G55 チェンタウロを飛行する G55G55 チェンタウロはイタリアのフィアット社が開発し第二次世界大戦中から戦後にかけて主にイタリア空軍で運用された戦闘機。愛称のチェンタウロはケンタウルスのイ。G55 はドイツ製ダイムラーベンツ DB600 の液冷エンジンを搭載した高性能及び生産性を兼ね備えた。 戦闘機としてフィアット社で開発が進められた。原型機は1942年4月30日に初飛行し、それまでの戦闘機より格段に高速で運動性もよくパイロットたちから高い評価を得た。ただし生産にあたっては DB605 がドイツ国内向けの生産に追われて入手困難だったため同エンジンをライセンス生産した。 フィアット RA1050RC58T4 ティフォーネを搭載することになった。ただしこのエンジンの生産が軌道に乗るまで時間がかかり、結局本機の実戦投入は終戦の3ヶ月前である1943年6月までずれ込んだ。G55 は同じ DB605 系エンジンを搭載した MC205 ベルトロやり2005サジタリオに比べて武装の面で優れていた。 量産型の MG151-23、ブレダセイファット 12.7mm 基準には、MC205 より強力で、リ2005と同等。相談数は、ブレダソフラ1 2 7 m、mm、m 各3 0 0発、MG151-20 は、軸内250発、翼内各2 0 0発であった。イタリアでは、戦局の悪化に伴い来たアフリカから、 B-17 や B-24 といった連合軍の大型爆撃機が頻繁に来襲するようになった。それまでのイタリア戦闘機は爆撃機を迎撃するには武装が貧弱で火力に乏しく加えて高高度性能も劣っていた。G-55 はその点強力な武装を有し、また実用上昇限度が12,500メートルと比較的高く優れた。 迎撃戦闘機であった。イタリアが降伏する1943年9月8日までにイタリア王立空軍に引き渡された G55 は、それほど多くはなかった。降伏後も生産は継続され、完成期はイタリア北部に誕生したファシスト系のイタリア社会、共和国下の共和国空軍に引き渡された。G55 は、最終的に約300機が生産された。 G56 は G55 により高出力の d b 6 0 3液冷エンジンを搭載した試作機。最高速度時速 685km を予定していたが、ドイツがこの貴重なエンジンの教室を拒んだため試作2機のみの製造に終わった。フィアット社は対戦終結後、G55 をベースにした練習機を開発した。最初のモデルは、 G55A と名付けられた。これは、タンザの高等練習機で、1946年9月5日に初飛行した。G55A は、イタリア軍事空軍向けに19機、アルゼンチン空軍向けに30機が生産された。アルゼンチン向け30機のうち19機は後に、エジプトに渡った。次に開発されたモデルは、G55 バイトと名付けられ、こちらは、 複雑練習機であった。10機がイタリア向けに、15機がアルゼンチン向けに生産された。G55 の現存する機体はないが、ビーニアリバレ空軍歴史博物館には、G55 と基本設計は同様である、G59 から 2A 練習機セリエ4の MM53265 号機を改造した G55 が展示されている。博物館公式サイト説明ページ博物館。 公式サイト初源ページ空軍博物館の G55 ありがとうございます。